ヒュッレムハセキスルタンは、オスマン帝国のスレーマン一世の皇后である。ヨーロッパでは、ロクセラーナとして知られ、ヨーロッパの言語では、ロクスラナ、ロクスラナ、ロクスレイン、ロッサ、ルージックとして表記される。ロクセラーナは、本名ではなく、ニックネームである。ロクセラニーとは15世紀までの東、スラブ人の呼び方の一つであり、彼女の名前はそのまま、ルーシ人の女を意味する。 それまでのオスマン帝国の慣習を破って、スレイマン一世との間に複数の男子を設け、法的な婚姻関係を結び、事実上の一夫一妻の関係を築いた。スレイマン一世の後継争いに作動し、ハレムの住人が憲法術数を巡らせ、オスマン帝国の政治を支配する先駆けとなった。スラブ系で、ロシア人かウクライナ人、もしくはポーランド人だったという。 ポーランドの伝承やポーランド人の詩人、サミュエル・トワルドオフスキーラ16世紀後半から17世紀前半の文献によると、ルテニア地方ロハティンの貧しい聖教会司祭の娘で、本名はアレクサンドラ・アナスタシア・リソフスカであった。1520年代にドニエストルやルテニア地方を略奪したクリミア・タタール人に捕らえられて、奴隷としてイスタンブールへ売られ、 スレーマン一世の大最小パルガルイブラヒムパッシャに、買われた後、スレーマン一世に献上されたと言われる。ロクセラーナとスレーマン一世を描いたアントン・ヒッケルの作品。二人の関係は、ヨーロッパ人の想像力をかき立てたロクセラーナはすぐに、主人であるスレーマン一世の注意を引いて、ライバルたちに嫉妬されたものの、スレーマンの第二側室と呼ばれる側室から子供を、なしたことで、 第二夫人となった。なお、カドゥンは、夫人の意味。この時点でロクセラーナにとっての敵は、スレーマン一世の母公ハフサハトゥンと、ハフサハトゥンを後ろ盾とする、第一夫人マヒデブランスルタン、ロクセラーナの最初の所有者であったと言われる、大最相イブラヒムパシャの三人であった。百三十四年に、ハフサハトゥンが死去するとマヒデブランは、スレーマンの不況を買って、宮殿を割れ、 イブラヒムパシャは処刑された。マヒデブランが宮殿から追われた経緯について、ベネツア共和国中イスタンブール大使のベルナルド・ナバゲラは、マヒデブランと口論を起こしたロクセラーナが、自ら顔に引っかき傷を作った上で、スレーマン一世に呼び出されるような工作をして、スレーマン一世への関心を引き、ロクセラーナの顔の引っかき傷を、マヒデブランの仕業と思い込んだ。スレーマン一世が、 マヒデブランと息子のムスタファをマニさえ左遷させた。それによって、ムスタファがスレーマン一世から遠ざけられたばかりカスルタンの後継者としての地位から完全に脱落したことを内外に示すことになったと報告している。その結果、ロクセラーナはもはやライバルがいなくなったスレーマンの皇后としての地位を得た。また、イブラヒムパシャについてもロクセラーナが処刑に関与した具体的な証拠は、 存在しないが、人々は、ロクセラーナの関与を疑った。1549年に、ロクセラーナが、ポーランド国王ジグムンと2世アウグストへ宛てた手紙。ロクセラーナは、スレーマン1世との間に設けた5人の巫女たちのうち、創生したアブドゥラーを除く4人の巫女たちのいずれかを、磁気する単とするべく策動したと言われている。 一時は、長男のメフメトが有力となったが1543年に天然島にかかって創生し、マヒデブランの子ムスタファが再び有力となった。しかし、ムスタファは1553年にイラン遠征軍の陣中で突然処刑され、マヒデブランはマニサからブルサへ移された。ムスタファは軍人として名声が高く、とりわけイエニチェリから強く支持されており、 突然の処刑に、家ニチェリは起こり、反乱を起こす寸前にまで至った。スレーマン一世がムスタハを処刑した動機は不明だが、政権内を含む世論は、ロクセラーナが、娘のミフリマー・スルタンとその婿で大最小のリュステム、パシャと共に、徳の高いスルタンの目を曇らせたと考えた。16世紀の女流詩人2歳は次のような、スレーマン一世と、ロシアの魔女、すなわち、 ロクセラーナを非難する字を作った。ロシアの魔女の言葉を耳に入れたくらみと魔術に騙されて、あの悪女の言いなりとなり、生命のそのの収穫を、あの気ままないとすぎのナスがままにした、ああ、無慈悲なる世界の多いをかつてあなたが若かったとき、あなたは何事も公平に正しく言っていたのにその振る舞いと、気質で民を幸福にしていたのに年老いた今、悪しき不正義を行うとは、スレーマン一世は、 ムスタファの子や、側近も処刑する一方、政権内の不満を抑えるためにリュステムパシャを罷免した。さらにリュステムパシャが処刑されるという噂が立つと、ロクセラーナは除名のために奔走した。結局、リュステムパシャは3年で大最小の地位に返り咲いた。ロクセラーナの庇護のもと、リュステムパシャは、蓄財に精を出し、財力を持って、党派を形成して、政治力を保持した。 この手法は以降の時代の政治家によって踏襲された。ロックセラーナはバリーデスルタンや第一カドゥン、カンガンラハレムの住人たちが権謀術数を巡らせオスマン帝国の政治を支配するカドゥンラールスルタナトゥと呼ばれる時代の幕を開けたと評価されている。またロックセラーナは様々な問題に対するスレイマンのアドバイザー的な役割をしていたとも言われ外交政策や 国際関係の政治問題に影響が見られる。一例として、彼女から、ポーランド国王ジグムント二世アウグストへ出した手紙が、現存している。ロクセラーナの存命中、オスマン帝国とポーランドとの間には同盟関係が保たれた。ロクセラーナの霊病、ロクセラーナの棺、ムスタファの処刑により、スレーマン一世の後継候補は、ロクセラーナが生んだ三人の男子に絞られたが、 このうち、ジハンギルはムスタファが処刑された直後に死亡した。残るセリムとバヤジトのうち、ロクセラーナは、より有能な、バヤジトの即位を望んでいたとされるが、いずれが後継者となるかを見届けることなく、1558年4月15日に死去した。遺体は宮廷お抱えの建築家、ミマール水ンが、スレーマニエモスクの境内に建てた霊廟に葬られた。後に、 スレーマン一世の霊廟もスレーマニエモスクの境内に建てられた。二つの霊廟は八角形でドームを複雑に配置した構造で単純多角形の本体にドームが一つという当時の伝統的なデザインとは大きく異なっている。セリムとバヤジとの衝突を過労じて抑えていたロクセラーナの死後、両者の後継争いは激化し、セリムは側近のララムスタファ・バ社の作望によって、 バヤジトに対するスレイマン一世の評価を低下させることに成功した。形成不利を悟ったバヤジトは軍事行動を起こしたものの、スレイマン一世の指示を受けたセリムの前に敗れ、イランに亡命したが、最終的にはセリムに引き渡され、処刑された。サルホシュセリムと呼ばれたセリムが後継争いに勝利したのは、臆病であったがゆえに自ら積極的な行動に、 出なかったためとも、ロクセラーナがセリムに飲酒を勧めて無能者のふりをするように命じたためとも言われている。スレイマン一世の死後スルタンに即位したセリムは国家の運営を官人に任せきりにし、バーブウッサーデと呼ばれる館で酒と女に溺れる日々を過ごした。セリム二世以降、オスマン帝国の国家運営は官人による支配に、スルタンが従う形で行われるようになった。 スレーマン一世との間に6人の子を設けた。ロクセラーナについて、ベネツィア共和国の大使ブラガディーノは、美人ではないが愛想が良く、陽気な性格であると報告している。同じく、ベネツィア共和国の大使ベルナルド・ーナバゲラは、性質の良くない、いわばずる賢い女性であると報告している。ロクセラーナは、自身のため、スレーマン一世にオスマン帝国の監修を、 次々と破らせた。まず、オスマン帝国では一人の女性がスルタンとの間に男子を二人以上産むことは許されず、一び男子を産んだ女性はスルタンから遠ざけられるという慣習があった。しかし、スレーマン一世は、ロクセラーナが男子を出産した後も側に置き続け、最終的にロクセラーナとの間に五人の男子を設けて、正式な妻に迎えた。 オスマン帝国では14世紀後半に在位した村と一世以来、人、法的な婚姻関係を結ぶスルタンは存在しなかったが、ロクセラーナはこの慣習を破らせることにも成功した。婚姻関係を結ぶにあたり、スレーマン一世は、ロクセラーナを奴隷の地位から解放する法的手続きを取ったという。ロクセラーナは、さらに、自らの地位を脅かしうる美貌の側室数人を、 高化させ、事実上の一歩一歩の関係を構築して、自らの地位を盤石なものとした。二人の関係に対するイスタンブール市民の反応について、イタリア人のバッサーノは、スレーマンのロクゼラーナに寄せる愛情と信頼の深さは、すべての市民が呆れ返るほどで、スレーマンは魔法にかかったとさえ言われていると、書き記している。また、ロクゼラーナは百四十一年、自らが従える。 女奴隷や宦官と共に、トップカップ級殿内のスレイマン一世の居住区画に住むことを許された。派石、ヒュッレムスルタン、ハンマームロクセラーナは、カリフハルーンア、イコールラシードの日、ズバイダに習って、事前財団を作り、メッカからエルサレムまでの公共建造物の多くに、携わった。最初に、モスクと二つの学校、噴水と女性用の病院を、 イスタンブールの女性奴隷市場の近くに建築した。1556年に建設された公共浴場、ハセキフィッレムスルタン、ハンマームは建築家、ミマール水難の設計によるもので、収入は当時、モスクとして使われていたアヤソフィアへの財政支援に充てられた。エルサレムでは1552年に、貧窮者の公共給食施設であるハセキスルタンイマレとおもうけた。また、 彼女自身もしくは彼女の監督下で作られた刺繍の一部は残っており、イラン国王のタフマース v 一世へ1547年に送ったものや、1549年にポーランド国王へ送ったものがある。彼女の秘書、仲介者としてエステル・ハンダリがよく働いた。ロハティンにあるロクセラーナ像、ロクセラーナはヨーロッパでは有名で、現代、トルコや西側で、 多くの芸術作品で扱われている。絵画や、ヨーゼフ・ハイドンの公共曲第63番を含む、音楽作品、オペラ、バレエ、ウクライナ語や英語、フランス語、ドイツ語で書かれた小説などのテーマとなった。2007年、ウクライナの港町マリウポリのムスリムは、ロクセラーナを祀るためにモスクを建設した。ウクライナの人気テレビドラマ、ロクセラーナから トルコの人気テレビドラマ、オスマン帝国外伝愛と欲望のハレムでは、フィッムスルタンを、トルコ系ドイツ人女優のメルイエム・ウゼルリと、トルコ人女優のバリー・デッペルキンが演じた。日本を含む多くの国で放送されている。ありがとうございます。